ジャンプしまくりました。攻撃以外にも役立てないとね。なぜか光の力が強くなったなんでなんでしょうね。よし、というわけでクーラーのとある場所ですね。エーテルの流れを制します。はい、制します。よほどいいものが取れるのではなかろうか。こういうのワクワクするよね。アゲハアゲハ、サンプキンサンプキン、クライブの降格。この辺うろうろしてて、そういえばこっち側行ってないのではと思って行ったら、深淵のイニコ古森林っていうランドマークが出ま、ランドマークじゃない、ロケーションが出ました。いやー、行ってないっていう自信がなくってなんか楽しくなってきた。行ってなかったんですけど、うっかりうっかりでした。で、これもしかしてウルスですね。あれ、あそこにいたウルスって気のせいだったのかな。私の感情はだるいだるい。オーガンスラッシュ関連か。ラウド高いから絡んできたのか。崩れるさせませんね。助かりましょう。いつでも行けます。ただよ、アデルは支援に頼む。そうはいかないよ。だらけですよ。この調子で行くぞ。そういえばユーゴ、あれは克服したのか。何何何の話です。何何アングだよ。ほら、昔枕の下から。昔の話ですから。先生する。忘れなさい。かけすぐに助けなさい。ごめん、わたすみ。すまんな。感謝を調子していくぞ。インシュメントレイン。結構始めたら全部いけないと思って。私の出番よ。やらなきゃ。追いかけるな。だらけですよ。関連か。これはどうだ。どうして強化してあげる。さっき連動する。オーガスラッシュ。この程度はっ。じゃあいつでこれはどうだ。よしか。俺がだろうな。体力は冷静に考えろ。お、今の何だ。ライジングしたところに私がたまたまスマッシュした。ちょっとたまたまだけどクリスタルピアス。クリスタルピアスっていつでもいいぞ。クリティカルって言ったら了解だ。パーティーゲージ上昇するやつじゃない。わお、ミックス置いてくれ。行かせてもらうよ。この力を使える。はぁ、援護するよ。止め、くらえ。避けられるかな。合わせる。ラウンドエッジ。止まらないよ。行ってみろ。ハイデースを冷静に考えてくらえ。くらえ。少年ばな。止めてみろ。オッケー。おぉ、なんかめっちゃ戦った。なんか楽しくなってきた。直線を見るといいっすね。ほう、よしよし、何かしらが。もっともっと頑張りますね。うん。ああ、ウルス、ユーゴ様のお役に立てるのであれば嬉しい限りだ。うん、オッケー。多分ウルスの肉2個出たからいけると思うけど、せっかくここに来たのでちょっと探索しよう。もうだいぶだいぶ今ね、時間単位で1時間は探索してるような気がする。ずっとずっとユニークとかいそうだな。なんか楽しくなってきた。俺の得意分野だな。あ、ターキン、ターキン戦わなきゃいけない。でもどれ、あ、グラディスターキン戦わなきゃいけない。真の絆リングですね。ちょっとこの辺戦ってくるか。私たちならやれるよね。まずは私たち勝てる。ラウンドエッジ。オーガスラッシュ。交代だ。この力を使える。腕が鳴るな。よし、ほらほら、真の絆リングが、はあ、解放されました。2個あるんだよね。力が強まる。力が強まる。パウロターキン、あ、こっちイーラーなんだ。なるほど。こういうのワクワクするよね。うん、あ、ゴール。
ールドだゴールドだ。反対側って言ったことある？こういうのワクワクするよね。どうだろう、反対側。つまりこの辺か。行ったことないな。後で行ってみよう。アストルフライヤーはもう終わった。ここ暗い。なんか楽しくなってきた。ネストがいっぱいいる。フライヤー系の場所。あ、ここって無印にもあった。こういうのワクワクするよね。とこじゃない。でもあれ低かったと思うけど、場所。なんか出てこない。あ、もう出てこない。フィールドスキルいる。何が入ってるのかな。この鍵の構造。お、いける、じっくりと。じっくりと。クロムマフラー、シールチップ。こっからまた上に行けそうだ。こういうのワクワクするよね。あ、ハチミツ。ハチミツさっきいるって言ってなかったっけ。でさ、なんだっけ、ほらクリスタルピアス。エクセレントを獲得した時にパーティーゲージが増加。これってコンピューターいけるのかな。まあでもちょっとクリスタルピアスはでかいぞ。レッツゴー。あー、宝箱ルートか。なんか楽しくなってきた。俺の得意分野だな。よいしょ。もらえるものはもらっておかないと。この紙の構造は。いける？いけない。そういう時もありますよ。そういう時もある。何がいるのかな。観察官どれ。森林学か。フラワーサラダ。ちょっと私が見た時作れなかったんだよね。まあ地図に載ってるから忘れはしないと思うけど、気が向くかどうかだよね。なんか楽しくなってきたの。飛び降りる系とかあったっけ。見てみるか。よいしょ。光栄です。でも増えたね、ほんと。あ、ダメージ受けた。なるほどね。このみくち当てようと思う。そっか、ダメージ受けた系って落下だけでもいけるんだ。あ、サモン戦うのか。覚えておこう。じゃあここの探索動画にするのはこんなもんかな。あ、キャンプある。よし、着いた。冒険って楽しいですね。キャンプの周りにはモンスターが近づいてこないから安全。エルが小野戦士ですか。が今覚えてるのってランドマークの数だよね。知れば知るほど興味深い。さあ、植物学。かなり多くの場所に訪れましたね。おかげさまで見聞が広がりました。面白いな。なんか楽しくなってきた。よいしょ。まだまだある？あ、宝箱だ。まだ上ある。さすがにもうないか。あ、これもフィールドスキル。何が入ってるのかな。あ、いける。鍵の構造は。あ、いけないんだった。忘れてた。あ、緑の樽あった。何が入ってるのかな。いいね。暗
ライアハンター。何が入ってるのかな、うん、よし。でクラフトやっていこう。格付けがあと3回みたいな流し見したような気がするけど、香りはハートノートのイメージから。ちょっと待って、その前にユーゴたち、結構ウロウロしたと思うけどな。もうほんと狙ってやらないと無理だな。適当にウロウロしてるだけじゃダメだね。そうか、1個作れる。アイテム発見時から。いい感じじゃないか。あ、作れますね。作っちゃおうか。食べてみてくれ。できたぞ。うん、援護も任せてくれ。うん、この力もラオラのために。かすみにね、フラワーサラダを食べさせてあげようと思います。2個だよね。お野菜を食べると体にいいんですよ、ラオラ様。確かに。これ本当に美味しいです。かわいいな、フラワーサラダか。どうしよう、もったいないな。まあでももう1個食べるか。お野菜、観察眼をねあげたいのです。ほい。精進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 、頑張りますね。クラフト5回しかやってないの。そんなこと、5回しかやってないの。本当に、もっとやってるイメージだったけど。さて次はどこを目指しましょう。トンガラトマトね、もっと近いところあった。ここがさっきのキャンプでしょ。でこっち行ったらここにね黄色いのがあるんだけど、これがね野菜なので、ここから出ました。 なので皆さん、トンガラトマトがない場合はここを訪れてみてください。絆リング解放してます。力を生かした戦い方をしてよね。もうだいぶこの5枠目まで行くよ。あら、アデルがドライバーでよかったわ。技に磨きがかかってきただろう。うん、勝利のために。光には絶対負けません。ここにも書いてあるよ。あー、やっぱり、ですね、今どこに行ったんだ。あ、そうそうそう、ここの絆リング大将のモンスターを戦ってたんですよ。でリサリア地方に繋がってて、今ここにいますね。覚えてますでしょうか。ここが一番最初のキャンプで2番目のキャンプか。でここにさ、宝箱なかったっけ、取れなかった。ほら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 、こうやって行くんだね。あ、っていうか石板ある。これは普通に行くやつ。こっから先はまだ行ってないんだよね。石板があって桃、あ、これはこっから取るのか。ちょっと待って、もうちょっと上から行った方がいいかもしれない。よっ、じゃなくてこっから、ほい。なるほど。やった。フィールドスキル今か。頑張れ。何が入ってるのかな。はい、いつものやつ。いけた。トレジャーオープン。エンジンジップ初めて聞く。お、ガード率アップ3ってすごくない？なるほど。ここが繋がってたんだね。エンジンジップちょっと見てみよう。違う、こっち。エンジンジップ。うほー。ガード率系ではない、クリティカル系か。でも光にしたらそうでもないけど、どうしよう、誰につけよう。ミノッチつけようかな。ガード率下がるのちょっともったいない気がする。ちょっと待って、てかしばらく見てないわ。武器ランクでやってみて。エンジンチップ一番いいんだ。ちょっとエンジンチップつけちゃおうか。あ、3つ手に入ったのね。かすみにつけて、あ、これクリティカルすごいやつじゃん。つけよう。プラチナイトチップ
単純に攻撃力がすごいやつかな。エンジンチップつけようかな、シンに。他につける人いないっしょ。うん、よし、これでいこう。あー、シンがクリティカルこんだけ上がるとそれはそれで面白いね。つけた後に気づくのもなんですけど。で、ついでに絆リング解放、うまく使ってくれ。うん、何やったかな。全員アタック中にオーバーキル。はいはい、この力役立てます。ピピッとを倒した。もっともっと強くならなきゃ。ギラフェ倒してバニット倒した。上達したみたいです。新たな力が身についたな。力がみなぎるようだ。というようにですね、絆リングをちょこちょこ埋めました。で、レベルがね、ちょっと41から44になってしまって、先にユニークモンスターをやっておけばよかったなという反省をしつつ、大暴食ガルガンに挑もうと思います。あ、この子って、おう、来ましたね。オーガスラッシュ、追いかければ三連か、ほっ、崩れる、うまめに崩れないよね。ラウンドエッジ、ナイス、こういうのですよね。わー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 、この調子でいこう。あ、ナイス、ナイス、おお、すごいすごいすごい、うまくいってるよ。ヘビーのタイプは自分の攻撃にライジング状態になるっていう、自分の攻撃があるんですね。それの間にスマッシュを決めたら今みたいにスマッシュができるということですね。基本的にドライバー効果は消えにくいよね。超人探してよ、季節、ここは私が、ほい、受けてみよう。ちょっと水つけたんだ、合ってるよ。受けてみろ、はい、僕と相性が良さそう。水やりたい。これはどうだ。あ、ナイス、止め、出られる、俺の手番でできたよ。スレーパイドって何、あ、押せば、押せば、押せば、私が守る。吹雪下がって、ほい、準備はいいか。あ、待って、今まだ封印されてる人いなかった。俺に続け。なんかまだ封印されてる人がいて、あ、いなかったよ。はい、まだですよ、まだですよ、あとは任せますか。ブリッジ、はい、まだまだ。フルバはしないね、ちょっとつけ忘れましたね。そうか、弱点光も闇をつけなかったか。トワイライトアタッカー、あ、オッケーオッケーオッケー、ナイスナイスナイス、どんどん行くよ。カスミ、カワセ、アカシ任せ、反撃の機会など与えます、任せるわ。わだみなり、オッケーオッケー、まだ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 、レインボーダッサ、隙だらけです。おい、どうしようかな、シンにするか。ショーラン、いいですか。ほい、いいですね、オーバーキル。蛇型だからさ、ここは陛下にお任せします。レベルアップとかするよね、多分。まだまだ、うん、と、ミノチがチェーンアタック参加っていう絆リングがあるので、ミノチ、まあ、それ言ったらわたつみもあったんですけど。もう一度だ。あ、まだやる。じゃあかすみが陣屋さんかあるので、かすみ、前を頼む。まだですよ、わたつみあるよね。わたつみあるからわたつみで、わたつみ剣、思えなり、かわいいよね、コナン君。もう一暴れさせてもらう。顔が光、交代だ。フラッシュエンド、ちょっと光と命の場所を変えすぎようかな。このくらいで許してあげる。
このくらい許したり。気持ちよく決まったな。いいですね、こういうの。うちの、何が入ってるのかな。ちなみになんだけど、何が埋まっているか任せてくれ。聞いたことない戦闘終了後ボイスを何個か聞いてるんですけど、録画してなかったんですよね。何が入ってるのかな。録画しとけばよかった。ライジング抵抗、今ホイールチップ、ホイールチップでも聞いたことあるよね。はい、というわけで無事に倒せました。